区喜市立図書館は埼玉県区喜市が設立、運営する公共図書館の総称である。中央図書館、勝負図書館、和紙宮図書館の3館と栗橋文化会館図書室が一室、設置されている。2010年3月22日までは、現在の区喜市立中央図書館が旧区喜市唯一の市立図書館であり、同市内に所在する埼玉県立区喜図書館と、 区別するため、区市立図書館と名乗っていた。しかし、同年3月23日に行われた区市南埼玉郡商部長、北勝飾郡和志宮町、栗橋町の市町村合併に伴い、旧市町の各館、室の混同を避けるため、現在名に解消された。このため、2010年3月23日以降は、区市立図書館という名称の個別の図書館は、 存在しない。また、旧調立図書館、図書室も合併と同時に現在名に解消された。2011年3月末日までは、それぞれの区域市立図書館、図書室において貸し出しカードの互換性がなかったが、主に同年4月1日よりシステムが統合され、全区域市立図書館、図書室における統一の貸し出しカードの運用が開始された。現在では、 区喜市に在住、在勤、在学する者の,のほか、佐手市、北勝鹿郡杉戸町、南埼玉郡宮代町、白岡市、羽田市、桶川市、河野市、加藤市の在住者も、広域利用により利用することができる。本校では、区喜市の設置する、市立図書館全般について述べる。また、以下で名称に研究する際には特筆のない限り、区喜市立を省略する。 入口外観1987年に旧区儀市により区儀市立図書館として予習に設置される。図書館建物の隣には児童センターが設置されている。区儀区域では中央図書館のほか東公民館や西公民館に図書室があり貸し出し業務も行っている。東公民館、西公民館の両図書室はともに中央図書館の出先扱いとなっている。 また市内小学校などを定期的に巡回する移動図書館も運営していたが、利用者の9割が児童ということもあり、2001年度の西公民館での図書貸し出し開始に合わせ、移動図書館は廃止された。所在地アクセス休館日開館時間小部分が開館外館球省部長により、省部長立図書館として設置されたもので、省部文化会館内に併設されている。省部区域では、 勝負図書館のほか、森下公民館に図書室があり貸し出し業務も行っている。森下公民館の図書室は、勝負図書館の出先扱いとなっている。所在地アクセス休館日開館時間入り口外館級、和紙屋町により、和紙屋町立図書館として、和紙屋町役場の旧庁舎跡地に設置される。同館は、区域市立郷土資料館と同一の建物の1階部分である。 ワシミヤ調律であった頃、マスコットキャラクター、カグラくんが設定されていた。所在地アクセス休館日開館時間栗橋文化、開館外環旧栗橋町により栗橋町立、栗橋文化会館入り室内に設置される。合併前後で、設置自治体名が、栗橋町立から、区域市立に変更となった以外、名称変更はない。所在地アクセス休館日開館時間。 ありがとうございます。